今月11日、上関町の室津港からおよそ40分の離島、岩井島に鳥居が立ちました。いよいよ寒米が近づいている、そんな雰囲気が今島に漂っています。岩井島の寒米の始まりはおよそ1100年以上前に遡ります。現在の大分県国東市国見町井見地区の人たちが嵐にあって岩井島に漂着したときに手厚いもてなしを受け、そのお礼に農耕の技術を伝えたことがきっかけとされています。それから井見別宮社の神職などが4年に一度岩井島を訪れ神楽を奉納していて、山口県の指定無形民俗文化財にもなっています。前回4年前はコロナ禍で中止に。人口減少や高齢化を受け、日程を5日から3日に短くしたり、もともと自分たちで作っていた仮神殿を体育館で代用したりと、今の島の現状でもできる形でやることになりました。ちょっと派手さはなくなったかもしれんけど、一応そのものはあまり変わってないと思うんですね。みんながまあ幸せそうに暮らしているのを感じてほしいですね。準備を手伝っているこちらの青年、伊豆田亮也さん24歳、広島の大学院に通う学生です。今回海電馬の上で舞を舞う剣外を務めます。ちっちゃい時から見ててすごくかっこいいなと思ってましたし、自分の父親が中学生のところに剣外をやってたのも聞いてたので、それでやりたいなと思ってました。伊豆田さんは広島で育ちましたが、岩井島には祖父母が住んでいて、小さい頃から毎月のように訪れています。島の人たちからは亮君と呼ばれています。島での思い出いつ仲良くなったかは分からんよね。泳いで、夏は泳ぐ、海で泳いで仲良くなった。先月、亮君や幼なじみのみんなが稽古のために公民館にやってきました。武者姿で勇壮な舞を披露する剣外。島に人が多かった時代にはなかなか慣れない花形で、男たちの憧れだといいます。今回は島出身で幼なじみの龍馬さんも一緒に剣外を務めます。稽古をしていると県外のレジェンドと呼ばれる岡本正明さんが教えに来てくれました。岡本さんは県外を5回ほど務めています。こう来てこっから返すよ、こう返すよ、ダグ心配せたどういってもね、止めるところがポイントになるけどね。それだけ踊りを生きるような踊り方するんだよね。今年の舞はどうか、みんなでじっと見守ります。孫が県外を務める島に住む祖父タスクさん、最初は不安だったと言います。まあ亮君でもできるのかなと思うとおじいちゃんとしたらまあまあやるなと思うと
じいちゃんとかばあちゃんがまだ元気なうちにできたらいいなと思ったので、はあ、そうですね、まあ、まあまあじゃなくてはい、ちゃんとようやったなって言われるように頑張ります。そういうことね。完売が間近になったこの日、りょうくんは幼なじみのりゅうまさんと本番用の回転まで自主練習をしに来ました。りゅうまさんのお姉さん、みさきさんも一緒です。3人で練習していると、レジェンド岡本さんが教えに来てくれました。こう斜めになってるけ、あんまり綺麗に回ったようになるけ、あれをね、こう真下からこう持ってきて、ここでくるっと回る。そうそうそう、開いたら綺麗に回るんよ。わしに負けるような踊り方せんな。3人は岡本さんが帰った後も練習を続けました。瀬戸内の小さな島に1000年以上の時を刻み続ける祭り、完売。規模が縮小し、受け継がれてきた本来の形とは少し変わりました。それでも若い人もお年寄りも、自分たちにできることをと力を合わせ、島の歴史をつなげようと準備を進めてきました。島のみんなにかっこいいなと思われるように、でやらせてよかったなと思われるように頑張りたいと思います。今年はどんな姿を見せるのか、明日いよいよ始まります。8年ぶりの完売、今回にかける皆さんの思い強いですね。大役頑張ってほしいですね、はい、伝統の祭りで島がどのような表情を見せるのか、そして若い方に祭りがどう受け継がれていくのか楽しみです。